消したの。いや、子供がいたらやっぱりね責任もあるから、それは簡単に離れられないよ。友達にもいらないよね、ほんと口が軽いやつって。せいちゃんブロックした。そのさ、俺とさ、そのさ女の子がさね、あの二人っきりなわけじゃん、そのタクシーでさ二人っきりなわけじゃん。それをさね、エミリーさんがさ想像してさね、今からなんか悪いことしようぜっつって、二人だけの会話をエミリーさんが知ってるわけがないじゃん。その時点で想像だってわかるでしょ。エミリーさんの前でさね、二人、今からあいつとなんか悪いことしに行くから家取りに行って持って行こうぜみたいなさ、どうもそんなのあいつにバレるようにするわけないじゃん。だからちょっと虚言が入ってるところあるよねっていう話。言うわけないじゃん、俺だってさ誰とも俺未だにね、あのワンワンですらエッチしてるって言ったらエッチしてないって言い張るんだよ。誰とも俺エッチしてないって言うんだよ。リンちゃんだってエッチしてないって言ってるしね、あの誰ともミーコだってエッチしてない、誰ともエッチしてないって言ってんだよ。疑われた人全員エッチしてないって言ってるんだよ。絶対認めないの俺。それなのにね、そんな俺あいつとあの子となんかしたんだ、なんか悪いことしたんだなんて言うわけないじゃん。俺は言わないの。してたとしてもしてないとしても言わないの。エミリーみたいにね、なんか500人とセックスしたんだ、これがすごいでしょ、モテてるでしょとかね、あのなんだろう、この頃は誰とでもやりまくってたんだ、クラブでいろんな男とやったなみたいなね、自慢ツイートしないんだよ。昨日もしてただろ、なんか私クラブにこの頃行きまくっていろんな男とやったなみたいな自慢ツイート、気持ち悪いんだよねああいうツイート。もう自分を下げすぎだよね。始まったぞ、歌舞伎恒例、歌舞伎恒例のあれが始まったぞ。似た者同士で俺は自慢しないから。どこにさ隠して持ってんのか知ってんだったらさ、それさ見せてほしいよね。今からツイートであげてほしいよね。どこに俺が隠し持ってんなら、あるったんなら、あるとするなら、今からツイートにあげてほしいんだけど。消してはツイート、消してはツイート。嘘しか言わないじゃん、シャブ中なんて嘘しか言わないんだからさ。エミに来たぞ。エミたら嘘つかないって言ってる人いる？本の枠で今から向かうから、どういうこと？絶対会わないんだけど。
な話はあいつです。だからエミリーさんのツイート期待した方がいいんじゃない？エミリーさんのツイート。エミリーさん、沖縄のやつ今からキャンセルした方がいいんじゃない？エミリーさん、今まだ見てるんだったら沖縄キャンセルした方がいい。一人で行く？エミリーさん。駅どこですか？駅どこですか？分かるけど、キモくないだろ。こんなんで行く気しないだろ。確かに。もう何回も何回も行きたくないってなっちゃってんだから。一人だったらやって行く気しないでしょ、こんなの。こんなんで仲良く行けるかね。俺今日夜勤なんだよ。夜勤でさ、ね、このあと夜勤行って帰ってきて、このそのすぐ次行くんだよ。明日が1日で、ね、俺が寝てから起きたらすぐ行くんだよ。これ行けるかね、このまんま。楽しい。最悪だろ。そう、また夜勤の日に喧嘩。いやだからもう本当にね、これは本当にもう沖縄行かない芸が始まるんじゃない？なんなら多分みんなに最初から沖縄行くっていうのネタだろみたいな、どうせ最初から行かねえんだったら言われるよね、これ。沖縄行く行く詐欺やんって、沖縄行くからって言ってみんなからアイテム飛ばしてもらって結局行かないんだろみたいな。どう思う？沖縄行く行く詐欺だと思われかねなくない？これ絶対今日エミリーさんお酒飲むと思うよね、みんな。どう思う？絶対今日夜勤の日じゃん。みんなのね、みんなで絶対飲まないでねって言っても絶対もう飲んでるよな、下手したら。もうは分かんないけど見てないからね。絶対子供を今日も溺れさせる。どうしよう、酒豪が生まれてきたらどうしよう。すごい。ママミルクの代わりに鬼殺し飲みたい、ママストロング飲みたいっていう子供生まれてきたらどうしよう。捕まるの？未成年でお酒飲んでたら捕まっちゃう？ママ草吸いたいよっつって生まれてきたら、ストロング飲みたい、パパストロング買ってきてよってさ、小学生に入る前から言ってたらどう大丈夫なの？これ捕まっちゃうの？飲ませた俺が捕まっちゃうの？名前小山ストロング？アームストロングってやついなかったっけ、名前。アームストロング大佐って。カリスマが生まれてくるんじゃない、これ。幼稚園児から、幼稚園のうちからさ、ストロング飲んでたらさ、カリスマが生まれてくるんじゃない、これ。ふわっちの多分小学生上がる前にプラチナ越すんじゃない。閲覧で勝てなくない？幼稚園生でさ、幼稚園のうちからさ、ストロング飲んでてさ、今日も飲むぞ KP っつって配信してたらさ、やばいわ、サラブレッドだわ。ふわっちに暴露とかやめろやって俺に言ってる？俺は何も暴露してないけど、俺ヘイト向けてる？何ヘイト向けてんの？こんな可愛い子供が生まれるじゃないって話してるじゃん。何がやばいの？何もやばいと思ってないんだけど。幼稚だからね。どうせまたネタです。そうです、ネタです、台本です。それでいい。
ソースないもんね。撮ってみろよだよね、写真を。ブツ出せよブツって思うよね、そこまで言うんだったら。ありがとうございます、ケンケンさん。ありがとうございます、ケンケンさん。ケンケンさん、アラブの石油ビルゲイソクさん、サマシケンケンさん、ご無沙汰しております。ありがとうございます。とつらそうってなんだ。いやいやいや、中ちゃんからしたらすごい何かが起きた閲覧なんじゃない、これは。中ちゃんは今閲覧何人か知らないけど、ちょっと売名に来てもらうのやめてもろて。うちソースとか言われても知らんけん。なんだ、今度うちへヘイトを向けたり、女に対していやらしい発言したら、うちだけが知ってることをもっともっと暴露する。こっちも暴露してやろうか。いつもお前は自分のことしか考えてねえ、自分が一番だと思ってるけど、こっちも暴露してやろうか。暴露祭り来た。言ってやろうか。深夜ちょっとコラボしてやろうか、こっちがよ。深夜ちょっとコラボしたら、一生お前が恥ずかしくて生きていけないようなこと暴露しまくってやろうか。一番は新やっちょとしか俺が分かり合えない気がする。待ってるか。なんで最後には負けるんだよ。やめとくか。いいよ、ポン君とか眼中にねえわ。ポンの話なんか知らねえもんだって。ポンが俺の何を知ってるか分かんないけど、俺ポンのこと何も知らないもん。ポンの話なんかで盛り上がれねえわ、うん、リスワン取るなんてイライラしてねえよ。昨日全て吐き出したよ、リスワン。あっ、ていうかあれだわ、この間ツイッターじゃないや、インスなんかあれで見た、 TikTok で見たわ。うん、暴露してこいよ、かかってこいよ。知らないよ。どんどん NG ワードが増えてくよ。本当、もう二度と俺ポンの話したくないから、ポン NG ワードに入れたねって言っといて。もう二度とポンの話、話題がルイージの枠で出ないように、ポン NG に入れられてるよって言っといて。ポンの話題が一切出てこないって。敵多すぎだよ。だから敵なんか、もうポンの話題が出てくるのが嫌だね。中ちゃんいらねえわ、マジ。田舎者の売名いらないわ、過疎の売名一番いらないわ。一人で配信してるから楽だわ。もう俺ずっと新宿にいるから、歌舞伎町って言ったらルイージだから。大丈夫です、もうポン君の話いらないです。ポンクソです、ポンクソ。みんな必死やん、ポンの話したくて。
やべ、本が、やべ、完璧に入った。タトゥールがいるぞ。こんなところで寒くない？あったかいとこ行かない？一緒に居酒屋でご飯でも食べない？一緒に。寒くない？こんなところじゃ。一緒にご飯でもおごるから、絶対に絶対美味しいもの食べさせ、俺もお腹空いてるし、一緒にご飯でも食べない？やだ、肉まんここで食べてるぞ。一口だけ俺もらっていい？その肉まん大きくない？一口いける？好きになっちゃったんだけど、嬉しくてすごい好きになっちゃったんだけど、黒川ハイスに一緒に住まない？今なんか変な女がいるんだけど、そいつ今日中に追い出すから一緒に黒川ハイス住まない？一緒にカスタマ行かない？行かない？なんか今日この後予定あるの？何の予定があるの？何の予定があるんだい？いらないの？なんかすごい落ち着くんだけど、一緒にいて。これもらっちゃった。嘘でしょ、すんごいいい笑顔するじゃん。500円見さし、これ肉まんくれたからお礼に、少ないけどもらってほしい。絶対これだけもらって、どこに入れたらいいか。おっぱいに入れちゃったから落とさないでよ。チャリンって言ったらちゃんと拾ってね。悲しくなっちゃうから。俺なんか悪いことしてる？悪いことしてなくない？何一つ。一緒にいるのやだ？やだ？ごめんね、邪魔しちゃって。食事中全然からかってないんだけど、肉まんもらって500円あげたんだけど、めちゃめちゃ優しい子でしょ。このさ、
障害がある子をさちょっと映したりさ普通にフレンドリーに絡むことをねからかってるやめろよっていう人ってマジでやばいと思う。逆にねそれ差別してるよ。障害がある子でも普通に接してあげるのが一番いいんだよ。いつも誰とでも同じように接してあげた方が良くない？なんで、あ、障害ある絡んじゃダメだからかっちゃダメだ関わっちゃダメだってそうやって距離を置くの。ネタにしてないじゃん。ネタだと思ってるのはそっちでしょ。普通に接しただけなんだけど、お腹空いたから一口ちょうだいっつってありがとうねって500円渡した、これダメなの？今までさ普通の人にはさ普通してもさ別にさ何にも言わないのにね、障害があるからってその子だけに関して移しちゃいけないの？すごいよね、自分差別主義半端ないよね。いやいや嫌がってたやんって、だから嫌だったら離れるじゃんね、普通に喋れるじゃん、コミュニケーション取れるじゃん。考え方の違いじゃない？自分の正義を押し付けないで俺に。話せてたでしょ、コミュニケーション取れたでしょ。嫌だったら嫌だって、うん嫌だって言ってさ、じゃあ離れるねえじゃん。怖くて動けなかったのあれ。みんなはそう見えたの？ほら賛否両論じゃん。全員が100人が100人ね、俺が悪いって言ったら、あ俺が悪いんだな、だけどさ賛否両論じゃん。悪くないよ、ありがとうございます。あーありがとうございます。爆投げさんがそうやって言ってくれるならたまに会ってる。ネタにしていいですかって、ネタにしてないじゃん。普通にこれがさ俺の配信じゃん、散歩して誰とでも話すって。ネタにしてないじゃん。ネタにしてるしてないはそっちの考えじゃない？そっちがネタにしているって思うからネタになってるだけで、ね、500円の高級肉まん買える、500円あげたんだよ俺、さらしてないじゃん。さ、胸に入れるのはなし。胸っていうか胸元っていうか、ちょっと男か女かもよく分かんなかったし、あれ男かもしれないし、あのエミリーさん言っとくけど、あの右乳さんもエミリーの大好きな、エミリーの大好きな深夜ちょっと同じ香ばしい匂いだから、多分エミリーさん多分一緒に入れないと思うよ。何とは言わないけど、あ、スネオさん仲いいんで、今いいねつけてくれるくらい仲が復帰しました。スネオさんと仲良くなったと俺は思ってる。そう、有名な話だから。俺言われたことないね。これはあの W さんが言ってましたね。また W さんの飛び火なんですけど、W さんがワンちゃん右乳に抱かれてもいいけど、でもこう向いて、もうその香ばしさがちょっときつくて、それが無理だったからちょっと抱かれること無理だったって言ってました。じゃあ右乳さんがね W さんのこと好きらしいよ。一回ホテルにまで行ったことあるらしい。慰めたい、絶対に慰めたい、絶対に慰めたい。でもリュウと暴れたくないからって我慢してた。俺も我慢してる。絶対俺が慰める。絶対話聞いてあげる俺が。ちょっと待って、ちょっと待って。
可愛いかどうかわからない、可愛いかどうかわからないけど、嘘だろ、動き出しちゃった、動き出しちゃった、後ろから聞こうかと、話聞こうと思って動き出しちゃった、どうしよう、動き出しちゃった、男女どっちにも好かれる人も、ちょっと見て、ヒールが20センチぐらいあるな、あれ大丈夫か、あれヒールが30センチぐらい、より言われたことない脇がって、っていうか脇がの人ってバスケできないから、脇がの人ってバスケやると地獄だから、あの脇がの人ってバスケやるといじめられちゃうから、そうだって脇だ、丸出しでバスケやるんだよ、うわっすいません、この人ディフェンス交代してください、目が開けれないですってなっちゃうから、うわっ目がリバウンド取るときとか、こうやってボール取るときとか、こうやって取るじゃん、うわうわボールがってなっちゃうから、シュート打つときとかもこうシュートこうやって打つじゃん、うわシュートチェックいけないな、無敵になっちゃうから、脇側の人バスケやっちゃいけないっていう暗黙のルールがあるから、だから多分ワンチャン黒子のバスケの主人公あいつ脇が説あるよね、臭いから誰も近寄ってこなくて、黒子のバスケのあの主人公多分脇がな説あるよね、誰もこう近寄ってこないからノーマークになるのがうまいとかね、フリーになるのがうまいみたいな、鉄くん黒子哲也だっけ、あいつ脇が説あるわ、逆に最強だわ、臭いからもうどこにいても臭いから、だから俺はバスケやれてるから全然平気、あ、哲くん今日誕生日なんだ、うん、俺のね勝手なあれだけど、イメージだけどね、描きましたってなってる、ちょ眉毛がね、ほんと俺これ問題なの、あとゼロワンさんとさ試合やるときもさ、いや俺脇がって言われたことないから、だからまた言うよ、これバスケットって脇がの人ってやっちゃダメなんです、バスケやってる人はね、暗黙の了解で脇側やっちゃいけないんです。裾があってあそこが臭い人。敏感じゃないよ。俺全然脇側って言われたことないもん。乳側ね、ないね。ちょっと、なんだろう、クリーム塗ってて苦い人はいたことあるけどね、ボディクリーム塗りすぎて乳首がいくら舐め続けても苦い人はいたけど、気にしてないね、気にしてたら NG に入れるもんだって、もうめちゃめちゃ悪口 NG に入ってるよ、ゴブリンとかさ、誰に言われてんで言ってみろよ、脇があって誰に言われてんだよ、ワンワンとかめちゃめちゃ鼻いいや、ワンワンとかちょっとでも臭い人、めちゃめちゃワンワンって鼻がいいんだよ、ちょこっとでも脇側の人とかグーガーッとかって言って、エミリーもあのあれなんだよ、なんか店員さんが脇側でもね、あの店員マジ臭い脇側だっつって、そこコンビニの店員さんディスるんだよ、あの人脇側なんだけどっつって、くっさーみたいな、そうすごい、山田なんか1回しか会ったことないじゃん、10秒ぐらいしか、しかも冬でしょ、服着てるじゃん、嘘つきすぎだわ山田は、ほんと
ていうか俺が脇型としてもいいよ、100歩譲ってね、脇型として。そしたらさ、山田ってさもう口が臭いよね。俺あいつマスクつけててさ、こ取った時すげえ口臭かったんだよ。あ、すいません、入らない、入らない、釣りたくない。そうね、ああ映したく、釣りたくない人。これ口臭くないよ、言われたこと。まあちょっと臭いね、口は。絶対嘘、藤沢さんが言うわけない。っていうか脇がの人って美容師もできないから。いや脇がの人ってね、接客業ができないんだよ。美容師なんてずっとさ隣にいるやん。みんな匂いがさ大丈夫な人なの、うちに来てた人。いや、その匂いがね、臭い、わからない人でも臭いっていうことよ。あ、脇毛の美容師いるんだ、かわいそうね。手術しろって言われるから、絶対脇毛の人ってさ大変だよね。手術しても臭いらしいけど。シャンプーするとき我慢する、クリーム塗れよ。いや脇が別に悪じゃないけど、迷惑かかっちゃうよねって話。俺臭いって言われた、っていうか俺みんなにさナンパしてる時みんなにいい匂いって言われない？俺なんかさいろんな人にさいい匂いするって言われない？そういえば。いや藤沢さんにそんなに関わってないからわかんない。いや香水で治るならよくない？脇がの人って香水すらもう無効にしない？ハーマイオニーか、草か、ハーマイオニーって誰だ？まあね、会った人が言えばいいんじゃない？ひねちゃんが言えばいいんじゃない？ひねちゃんとか実際に会ったことある人が俺に。加齢臭はあるかもしれない。足は臭いって言われたことある。いや必死じゃないよ、今そういう話題だからそうなってるだけで。もう何十分脇がの話なんだ。足が臭いとはよく言われる、それは認める。なんか納豆臭い、発酵した匂いがするって言われる。アンチばっかで、もう臭いでいいか、もうそれでいいか。 NG ワード入れないね。だって2年間やってて脇がの話題が今一番話したんじゃない？車の運転できる？うー様か。そう、足が臭いの頑張ってる証拠でしょ。16時間働いてきたら足臭くなっちゃうよ。スネ夫がイキリス殴って、本当？どこで？スネ夫さんがイキリス殴った、かっこいいわ。それはかっこいいわ、スネ夫さん。本当かよ、それ本当？本当？かっこいいやんねえ。俺スネ夫さん応援したくなっちゃった。イキリスさん煽るからな。本当か？嘘？殴りかかっただけ。やれよ、スネ夫さん。ちょっとね、まあイキリストさんと同じくらいだよね、体型が。二人ともちょっと ひょろ長い感じ。イキリピキってマスク外したわ。ヘソハト？リアタイって何？リアルタイム？リアタイってどういう意味？ヤザできてるって顔面に。楽しそうじゃん。マスク外してたの笑って。アンチはないよ、ルイージ頑張れ。ありがとう、ありがとう。応援するね、絶対。何かあったら。リアルで対面をリアタイっていうの、勲章やだ。殴られ損は一番やだね。わかんない。雑談たぬきで貼られてる写真は歯がなさそうだね。でも
プラチナだったらさ、いくらでも歯入れれるんじゃない？そんなお金ないの？いや、スネ夫さんとね、あの仲直りしたんだよ。なんかクルちゃんとなんかあの夢吉で飲んでて、スネ夫さんがで、ルイジも来いよって言われて行って、話つけようぜって話になったら普通に仲良くなっちゃった。もうお互いやめましょうよって言って。プラチナで歯がないのは最高。お金がないのアピールしてわざと入れてないってこと？せいちゃんが言ってたよね。もうせいちゃんってあんまり言いたくないけど、配信者がお金持ってるように見られると相手も飛ばなくなるから、わざと貧乏な風にしろって。だからわざとイキリストさんもお金がなさそうに見せるために、歯入れてないってこと貧乏そうに見せるために、僕プラチナプラスです、お金持ってるように見れるでしょつって、でこうマスク外したら歯が見えないよ、ね、なんで早く帰ってきてるのよ。散々俺のことさ悪口言っといてさ、ありがとうございますが、いけない。エミリーさんが早く帰ってきてって何なのよそれ。もう歯がでかいんでそれ。配信者の友達いらない、いるっていうかいらない。まあマリオ嘘でしょ、 すごいおっぱいボリューム強そう。寒いね。アイテムやばい？絶対嘘。めちゃめちゃアイテムもらってるんだけど。2時間歩いて2000円だよ。時給1000円だよ。普通のバイトぐらいやん。2時間1000円だよ。1時間1000円だよ。時給1000円。歩いてるだけで。昨日めっちゃ上がった。昨日すんごい美人姉妹の爆投げ師さんに、誰に嫌われてんだ言ってみろよ、俺のこと嫌ってるやつ誰だよ。世界中から嫌われてる。もう帰んない。だって帰ってもさ、あいつバンだろ、配信もできねえじゃん。いや、あいつバレ身長ちっちゃいやん。何やねん。え、ちっちゃ。絶対追いつかせない、あいつ絶対追いつかせない、絶対倍見えだけはさせないぞ。いきなり走った。いや、あいつらに倍見ますね。いや、しかし生きる人来た。ビビりじゃない、喋りたくもない、絶対捕まんない。あんなやつに倍見させないね。いや、わかんない、ポン君と一緒にいたんじゃない、二人いたね。追いかけですらいないでしょ。いいね。だってあいつらの閲覧と俺の閲覧どっちがある？閲覧あるの？今イキリストの方が閲覧あるの？俺だってイキリストの方に行ってないじゃん、あいつらから来たじゃん。あー疲れた。
売名でしょ。あ、2500万円なんぞ。あっちの方が閲覧ある。嘘だろ、売名させてもらうか。あ、疲れた。変な走り方しちゃった。あっち2600円嘘でしょ。あっちの方が閲覧あんの。あ、俺の方がないか。じゃああっちが売名させてきてくれ、売名させてくれるのか。ああ閲覧あっちの方が多かった。勝てないわ、それは勝てない。閲覧1700か。あっち3人で700かよ。あいつら貸すかよ。売名じゃねえか、あいつらさせねえね、売名なんか。リスワンなんかいいだろ。リスワン取ってもよ、閲覧がないんじゃ意味ないだろ。俺みたいにね、閲覧がなくてもええやん。リスワン取れなくても閲覧多いからみんなに見ててもらって。3000超えてる。あ、実は3000超えてる。倍飯に行こうか。152なわけないだろ。ありがとうございます。1ポンツだ。疲れた。リアル鬼ごっこ。割り身長小さい。そんな小さいやつに逃げられてどんな気持ち。そんなチビに追いつけない、どんな気持ち。逃げられちゃうの。余裕です、捕まえないっすね、あんな雑魚に。あんな歯抜けの雑魚に。ちょっと休憩させてください、疲れちゃったんで。疲れた。すいません、ちょっと疲れたんで休憩させてください。すいません、疲れちゃった。すいません、ちょっと疲れちゃったんで、すいません、ちょっと。ズバッと抜けた気持ち。ゲイなん、イキリストってゲイなん、彼氏できて嬉しいん、これゲイなん。
彼氏できると嬉しいん。これさ、今雑談たぬきに上がってたんだけど、これさっきさ、スネ夫さんに殴られたってこと？これスネ夫さんに殴られたからこんな顔になっちゃったってこと？なんかさっきスネ夫さんに殴られたって顎めっちゃ曲がってもうてるやん。スネ夫さんに殴られて顎ずれてもうてるやん。嘘だろ？なんかウイタンのことヤギって言ってるけど、お前もヤギやん。顎曲がってない？これ曲がってない？あ、普通にかっこいい。これかっこいいか。曲がってないんだって。これ俺曲がってるように見えるけど。まあね、曲がってるやん。ウイタンと同じやん。エミタラのとこ行くって。エミリのところ行ってもいいけど、俺のとこには来ないでほしいね。黒川ハイツ戻らないよ。どうせエミリは開けないよ。動揺してないよ。これはマスク外せないわ。かわいそうだわ。今嬉しいだろうね、ポン君とさ。誰といるの？男の人と一緒にいて嬉しいだろうね。太郎君と一緒にいるの？かわいい。嬉しいわ。彼氏がこんな喜びで、キリストさん嬉しそうで嬉しいわ。全然大丈夫。タロカン帰ったんだ。イケメンに囲まれてイクリスト。これパンチされる前でしょ。彼氏できちゃった。これどんな気持ちなんだろうね。これどういう眉毛なの？これこれどういう眉毛してんの？これマジックで描いたん？これ眉毛タトゥーなん？これイキリストごとき怖くないね。マジックで描いてるん？だからね、イキリストはね、俺に近寄ってこない方がいいよ。顔だけでさ、こうなっちゃうんだからね。顔さらされてるだけでこうなっちゃうんだから、イキリストは俺に絡んでこない方がいいよ。俺はずっとね、あれだぞ、こういう風に嫌なことされたら嫌なこと仕返すぞ。戦争してもいいよ、別に。関わらないだけだから。逃げるためのラジオじゃないよ。俺はエミリさんを守らなきゃいけないんだから。よいしょ。
家に帰ってきましたよ。よし、延長しない、ビビらないよ。帰りますよ速攻で。いや、関わりたくない人と関わりたくないんでね。じゃあ皆さん、この顔を見ながら1時間ぐらい雑談しましょう。みんながどうしてもね、この顔を見てたいって言うから、この顔で雑談します。イキリストさんが恥ずかしいからもうやめてくださいって言うんだったら全然切ってもいいですけど、この顔でずっと雑談してほしいんだったらやりますよ、いくらでも。30分でも1時間でも配信。だってさ、これで通報って言ったらさ、ね、イキリストさんさ、いつもさ人の顔使って配信やってるじゃん。イキリストさんもこれやってることだよ、同じこと。イキリストさんもさ、なんかさ、いろんな人の顔使って配信やってんだよ。やめてほしいんだったらイキリストさんもやめるべきなんだよ、バンになりたくないんだったら。うん、俺の顔で配信すればいいじゃん、俺もこれで配信するから。うん、しかとしててもいいよ。向こうから声かけたわけでしょ。俺普通に配信してたらさ、向こうから声かけてきたわけじゃん。先に相手にしてきたのは向こうやん。通報してくれて構わないね。相手にされてないって、だってあっちが話しかけてきたわけじゃん。俺がしつこいのこれ。たまたま目の前通っただけでさ、話しかけてくる。俺だったらシカトなんだけど、嫌いな人だったら。これイキリストさんです。アイテムありがとうございます。すみません、アイテムありがとうございます。ほんと逃げないね、家にいるよずっと。そう、いつも突然。小さいと目に入っちゃうんだ。俺全然オーラがないからさ、あいつらが来てもさ全然気づかなかったけどね。目の前に来るまで気づかなかったけど。うん、関わりたくないんだったらフルシカトでいいでしょ。煽るだけ煽ってて、俺煽ってないけど、向こうが煽ってきたんでしょ。向こうのが湧いてた。閲覧何人よ向こうは。こっち閲覧何人。イキリストさんの顔のおかげでこんなに閲覧あるの。3人で1100人、どんだけ過疎なの。一人で頑張ってるでしょ。なんか俺あんまり呼び捨て好きじゃないんだよ。なんかもうこれもし、あ、職業病なんだろうね。なんとかさんって言っちゃうんだよ。この顔見たくない。俺も見たくないよこの顔。イキリストが、じゃあイキリストさんが配信終わるまで俺ずっとこの顔で配信つけ続けるわ。マリオ友達だからな。あっちが配信終わるまでこれでやるわ、ずっと。もうこれでリスワン取るわ。売名になってもいいよ。売名しちゃった。
もっと面白い写真探すか。なんか見慣れてきたらかっこよく見えるよね。俺まで変な顔。なんか目クリクリしてて可愛くない？可愛いよね。イケメンだと思うけど、うん、イケメンな方じゃない？今雑談たぬきからね拾ってきてる。まあ俺好きになりそうだよ本当。目元とか俺嫌いじゃないね。性格がちょっとね、うん、ちょっとムカつくわ、みんなかっこいいって言うから。それ攻撃みっともないよって。だってさ、出会った瞬間おいチービーって言ってくる方がみっともなくない？自分の友達どう思う？街中で歌舞伎町で会っただけでさ、おいチービーってさ、恥ずかしくね？俺ああいう友達 いらないんだけど。うん、ほっとかないね。やられたらとことん。逃げたからじゃないよ、言われたから、ああもう関わりたくないなと思って逃げた。これかっこいい、これもかっこいい。チキショ結構いい写真ばっかじゃねえかよ。かっこいいって言われる写真ばっかじゃねえかよ。やっぱこれが一番地味に恥ずかしいだろう。結果かっこいいよ、モテるよ、キリストさんは。雑談たぬきにいっぱい貼ってあるよ。かっこいいか。いや、エミ太郎さらうって時点でさ、そういう発想が気持ち悪いよね。エミリ関係なくない？なんでエミリさらうぞっていうの？そういうのを言われてさ、リスナーさん応援したいと思うの？そういうのを鳩を飛ばしてくる時点でちょっとなんかリスナーの質も悪いなと思う。じゃあなんて言ったの？サラウは言ってないって。なんて言ったの？いや嘘だとしてもえぐいだろ。いや、ちゃんと NG で来てるから、信用ある人から。
エミ太郎さらうって言ってるぞみたいな、黒川で待ち伏せするって言ってんでしょ。管理会社に電話されてもいいよ。なんでさ、あのすぐそうやってさ、なんか言いつける感じになるんだろうね。誰々に言っちゃおう、管理会社に言っちゃおうっつって、かっこ悪いわ。関わりたくなかったら関わりたくないだろう。なんでわざわざ嫌いって言われてる人とか会いに来るの。全然管理会社に電話されてもいいわ、どうぞ自由に。いや、家に入ってこられたらする、それは警察にだろう。何、喧嘩売るってなんだよ。喧嘩売ってないじゃん。俺からイキリストの話なんかしたことないね。老害だなっつってさ、イキリストの方が俺よりね配信歴長いよ多分。スネ夫さんとはね、なんかね飯食いに来いよって言われて、結構前に仲良くなったと思う。ルイージは中田と水直寺に媚びをいるから人を見るもないね。そう、いや会長はねいい人だよね。なんか今ね、なんか子供身ごもったんだってってさ、すぐ1万円くれてさ、なんか気前のいい人で。303ってなんだ、何一つビビってないね。お前ゼロワンに顔さらされてビビ切れてたよな。まあゼロワンさんが顔映してくるからね、お互い嫌じゃない、顔出されたら。なんかゼロワンさんだって顔映されたら嫌な気してさ怒ってたじゃん。やっぱね顔映されるのってちょっとうざいんだよ。あ、嫌じゃないんだ。誰も追いかけてないし、別に逃げてないし。みんな嫌でしょ。せいちゃんだって美顔使ってるしさ、ゼロワンさんだって美顔使ってるしさ、やっぱ顔映されるのはみんな嫌だよ、うん。まあ、顔面狂気だからねってね。これ俺の顔じゃないからね、これ俺の顔だと思ってる、違うからね、俺の顔じゃないからね、これ口元とか俺じゃないからね、これ眉毛とかマジックで描いてるの、これ俺の顔じゃないからね、これ歯の写真とかないね。別にそんな歯とか全然、毎日磨いてるから汚くないし。わかんない、雑談たぬきに貼ってあったから俺のじゃないのは確か。うん、アーカイブ残していいよ。あ、おやすみさ、あ、おやすみなさいです。じゅんちゃんさん、ありがとうございます、いつも。おやすみなさいです、ありがとうございます。わかんない、朝ごはん何作ってんの。何印象操作って俺なんか言ってる、これ誰の歯ですとかって言ってる。分かんない。必死だね、管理会社にまで電話して、必死すぎ。頑張ってください。ここが必死なのよ。俺管理会社に電話した、あいつの住んでるところすら知らないんだけど。いや、しつこいくらいやんないとあいつら分かんないんだよ。
もうやられたらやり返すね。もうやらなきゃいいのよ。もうこういう戦いをやめようって話。いいよ全然。嫌われてもいいよ。この T シャツ作って毎日歌舞伎町で着るか。俺ノーダメだね今んとこ。管理会社にさね電話されようがさ、もう引っ越しするんだからさ、ノーダメじゃない。だってもう俺出てくんだよこの家、引っ越し先探してるんだよ。全然余裕なんだけど。引っ越す前だから偉そうなんでしょ、もう関係ないねみたいな。審査通るよ。全然聞かないよ本当。だってさ、もう行きリストが電話してくる前にさ、もう何十回も通報されてんだよサイモンさんからね。向こうが知らないだけでサイモンさんにめちゃめちゃ隣の部屋に怒られてんだよ。審査通るよっていうか、あの歌舞伎町はそういう審査がなくても通れるところがいっぱいあるんだよ。みんなさ夜職だからさ、いくらでもあるのよ。一生プロレスしてる。まあね、見てればわかるじゃん。審査通らなかったら審査通らないって配信で言うし。歌舞伎町がいいね一番。通るでしょ別に。派遣でもそんな通らないもんなのかね。祝電されても大丈夫なところがいいね。この顔じゃどんどん閲覧減ってくわ。やっぱ俺の顔の方が閲覧取れるわ。ブラックリバースみたい。ああ、住めば住めば黒川ハイツ住めば人気出るんじゃない。黒川ハイツに来れば人がいっぱい来るからねここは。うん、家にいる今。クイナルさんもね、家に来るとかさね、あのエミリンさらうとかさね、管理会社に電話するとかさ、嫌がらせあってんのは俺の方だよ。誰これ、職業イケメンです。どっちの方が笑い物にされてんのこれ。顔こんなにさね、こんな閲覧があるところでさ顔ドアップにされてるのとね、管理会社に電話してやる、あいつの女さらってやる、どっちの方がさバカにされるの、笑われるの。あ、俺の方が笑い物になってる。行動してなくてももう口で言ったらそうじゃん、脅しじゃん。俺の方が笑い者か。こっちのがすげえださいって。だってあっちの顔だよ、ただあっちの顔を出してるだけですごいの。いつもイキリストさあれじゃん、人の顔使って配信やってるじゃん。同じことしてるだけだよあいつがやってることと。あいつもさね、リリーさんとかさウイタンとかいろんな人の顔のさサムネで配信してんだよ。同じことやっててさ、これがダサいって言うんだったらさ
嫌がらせって言うんだったらあいつの方がさ嫌がらせやってることになるよ。いやいつもっていうか俺あいつの配信見てないけどパルパルさんに電話してくるときとかさウイタンのさ顔写真とか使ってんだよみんなの前で同じことやってんだよ。これが嫌ならねあいつもそれをやめるべきだし、なんかされた俺の配信の邪魔しやがってさ朝の配信勘弁してほしいよ本当。同レベルでもいいね。俺別にキリストさんの悪口言ってなくない？顔がブサイクとかさ歯がないとか言ってなくない？俺悪口言ってないよ。ただ笑ってるだけで。だから写真やめなってねいつもイキリストさんがやってることよ。向きになってないね何一つ。何これ冷麺作ってくれたの嘘でしょ。エミリが冷麺作ってくれたんですけど嬉しい。ちょっと食欲失せちゃいそうだけどこの写真見てると写真変えようかしら。どうもある。電気つけていい？ご飯食べたくなっちゃった。冷麺作ってくれた。ご飯まずくなっちゃう。いいよ、俺後でやるから。すいません。ご飯がまずくなっちゃうんでちょっと変えます。鍵閉めてる。すいません。エミリが美味しい冷麺作ってくれました。作りすぎじゃない？これご飯トースト丸ってこと？冷麺作ってくれました。いただきます。俺冷麺好きなんだよ。冷麺食いたいってずっと言ってたんだこれ。イキリストさんじゃ噛み切れないねこの麺。歯がないと。抜けちゃうね多分引っ張れなくて。麺が長いから。
こんな歯じゃ冷麺食えないね多分。全部抜けちゃうね。さすがにこれじゃあ麺はすすれないね。わかんない、雑談たぬきに貼ってあった。ウインナー食べていい？ふーちゃん全然見てなかった。でもイキリストさんのさ、なんかリスナーさんって優しいよね。それはヒロエガだよ、それはヒロエガだよ、イキリストじゃないよってさ。多分さ、俺がタワークでディスられても多分俺のリスナーさん絶対言ってくんないよね。うわルイジザマ、ルイジ、それルイジだよって言って絶対言わないよね。イキリストのリスナーさんって優しいよね、ちゃんと。これ冷麺食べてます、うん、でもね、滝がさ1人って2人よがさ、それが10人になろうが20人になろうがもう関係ないよね。冷麺ね、おいしい。これ辛くない方の冷麺だよね多分ね。こっちにウインナーがあるんで、これ映していい？これエミリーの朝食映していい？エミリーさんはこっちでね、目玉焼きとパン食べてる。これのウインナー俺いただいてる。なんで俺のかっこいいが気持ち悪いの？別に俺のかっこいいさんは何もやってない。まあ俺のかっこいいさんがそもそもいないんだけど。あ、ありがとうございます。うわ、そうでしょ。ありがとうございます。草もいただいて2個目ありがとうございます。ほんとすいません、ほんと僕が一人じゃないってこと、ありがとうございます。俺アンチ気にしないタイプ。多分俺がアンチを気にするタイプだったら昨日の夜自殺してるね。俺多分昨日のリスワン取れない時に自殺してると思う。昨日の夜リスワン取れなかった時すごかったから、ザマー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 っつってコメント欄がザマーしかなかったから自殺しちゃおうかと思った。全然アンチに効かない俺が。今日もか、今日は大丈夫。今日はまだまさかラスト1時間でせいちゃんが向こうに行くとは思わなかった。だからあまりにも効きすぎちゃってせいちゃんブロックしちゃったから、もうせいちゃんと絶縁だから。今日も今日とて、ありがとうございます。今日も今日とて、昨日12時超えた瞬間ちょっと涙出そうになったから。
するよ。もう辛めがいいかも。爆弾さん、ダメだ。爆弾さん、爆弾さん、アラブの説教ビルゲイツとかと忘れてた。ほんとトレーナーもらってほしかったです。 DM ありがとうございました。ほんとこんな状況で今日ルイージトレーナー届くんです。この新しいアイコンのルイージトレーナー届くんですけど、こんな状況でルイージトレーナーを着て配信しちゃったらね、いじめられちゃうから誰もルイージトレーナーいらないってこと。俺にアイテム投げてくれる人みんな匿名だし、恥ずかしいからルイージトレーナーもらってくれないってことですか、爆投げさん。こんな状況じゃね、みんなにいじめられちゃうから、せいちゃんにもいじめられちゃう、イキリストファミリーにもいじめられちゃう、みんなに指さされちゃうから、だから来たくないってこと。ルイージトレーナーもらってくれないってこと。悲しくなっちゃった。配信者で俺のルイージトレーナー来て配信したいって人いる？この世に。もう世界中に俺の味方エミリだけってこと？もうエミリしか俺の味方いない？エミリも朝ツイッターでディスってたからエミリも敵？エミリも敵？この世に俺一人ぼっちってこと？よかった、嫌いから苦手になった藤沢さんが。ありがたい。配信見てるの？見てない？見てる？見てる、うん、エミリーさん俺の味方だと思う。ずっと応援してくれてる、配信見ながら。エミリー俺のこと好き？うん、俺もエミリーのこと好きだから、もう俺の味方エミリしかいないから一生味方でいて。これエミリ延長した方がいい？切っていい？切ってほしい。エミリも喋りたいね。じゃあ皆さん切ります。じゃあね、バイバイ。あ、嘘でしょ、ありがとうございます。こういうこと。エミタロちゃんおはよう。エミリのバック投げしてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当。爆投げさん、爆投げさん、アラブの席をビルゲイツ、ソフトバンク、爆投げさんいないとやっていけない。え、これイキリスト来る？イキリスト来るの？来ない？来ないなら来る。どっちだこれ。来ない？切れないよ。来るんだったら。待って、もうちょっと飲みたい。これスープ全部。来るんだったら配信つけてたいだろう。どっちだよ。来るって？じゃビビリじゃないよ。あいつらの閲覧にだけなったら嫌だろう。さて来れ。みんな餌になっちゃう。嘘でしょ。この後パン？行っちゃう？そう、全部閲覧取られるもん。絶対嫌だ。あいつらの肥やしにだけはなりたくないね。向こうだよ。売名にされちゃえば、売名に。あいつと喧嘩してもさ、全然こっちは売名にならないのにさ。いいよな、カソはよ。大手に喧嘩するだけで売名できて羨ましいわ。
絶対嫌だ。10時半までエミリーがバン解けるまでこのまま配信し続ける。大手です。大手がこぞエミリー冷麺パン納豆ありがとう嬉しいすんごい朝から食べちゃうんだからエミリーありがとう幸せ。ありがとう、ウインナめ卵がこぼれちゃった一瞬。おいちい。来ても来なくてもどっちでもいいです。あの10時半までエミリーが番解除するまで一緒にやりますんで、もうこっちもあっちの話してないんですいません。うん、すんごく そりゃ警察呼ぶでしょ、来てほしくないのにさ、妊婦さんがいるのにさ来られたら嫌でしょ。何が聞いてんの。エミリーさんが番解除までうつに配信するって最初から言ってたけどね俺。何が聞いてんですか。
今日は喧嘩ゲーしません。てかゲーじゃないし喧嘩したくないね。してほしくないって人が来たら嫌でしょ。妊婦の人も迷惑でしょ。今から二人で寝るのにさ。せいちゃんブロックしてるから見えないね。行くわけねえんだろせいちゃんは。よエミリさんの挽回時は10時半です。ちょうどあと1時間ぐらい入ってねえよ。ウーバンじゃないよ、1日版普通に。あと納豆だけだ。頑張れ俺、苦しい。牛木が持ってかれそうだ。食いすぎた。もう意識が飛びそうだ。頑張れ小山、頑張れ。向こう側、向こう側行くぞ。この限界の向こう側行くぞ。越えろ。せいちゃんとは絶縁した。もう二度と会わない。二度と慣れ合わない。いや慣れ合わないね俺。一回嫌いになったらね、もうなかなか嫌いのまんま治んないから。ネタあるよ。10時半にエミリが番解除なんだぞ。見たくねえのか。いいよせいちゃんは。もうせいちゃんももうあれだね、 NG に入れようかな。みんな エミリが見たくて待ってんだよ。もうせいちゃんもいらないね。カバいらねえわ。見たいでしょみんな。10時半にエミリが解除になった瞬間に登場。花火ドッカンドッカン、アイテムボッカン、価値格だわ。嫌われてねえだろ。エミリ待ちだよみんな。俺はそれを待ってる。閲覧3000、エミリ復活。やらかし待ちってなんだよ。番解除になる前、10時半です。10時半。ちょっとあともうちょっとだけね、エミリさん辛いかもしれないけどちょっと我慢してもらって。いいよ、もう闇のさんの枠とかどうでもいいよ。家宅捜索来る？どっちが先かね、家宅捜索が先か。エミリさんのせいで家宅捜索の通報されたって。エミリさんのツイートのせいで反省して今日ずっとチンチン握ったまんま寝ててくんない？夜勤がまでいい？ずっとどんぐり握ったまんま寝てくれる？今日エミリさん、いや夜勤始まるまでずっとどんぐり握ったまんま寝てくれるって。どんぐりにごめんねって言って。
銀なんだろってなんだよ。銀なん、お前銀なんだろってなんだよ。あ、銀なんだろって、あ、銀なんね。お、俺どんぐりじゃなくて銀なんってこと。今度はツイキャスでミリさん、ツイキャスでヤミーさんに暴露配信されてるらしいわ。ツイキャスで見てみな、ヤミーさんの枠。まあでも俺今日夜勤だからエミリさんが一人で対応することなんじゃない。エミリさん売らないでよ俺のこと。家宅捜索が来てもちゃんと令状あんのかてめえらっつって追い返してよ、得意の。エミリ家宅捜索されてもエミリさんいるから納豆食べるわ。ちょっと喉乾いて死んじゃいそう。絶対俺のこと裏切らないとね、エミリ。夜勤ってね、介護の夜勤やってます。週に1回だけ。ヤミさんも困ってる。もうやめてよ、ほんとツイキャスまで敵多いってこと。俺去年の12月、もう1年前の話ってこと。去年じゃなくね、2年前の12月じゃね。去年じゃないだろ、もう年越したから。ローム使えるの得意。赤飯炊くのとが趣味特技。おむつもね。俺見れないから何教えてね。なんて言われたか教えてね。ちゃんと2枠しろよ。うちの閲覧減らすなよ。うわ、ヤミーさんの枠で悪口言われてるっつってみんなあっち行っちゃったらさ、俺閲覧なくなっちゃったら悲しくなっちゃうから。録画してくれてるってこと今。2枠にしてね、ちゃんと見てるけど何言ってる、酔ってて何言ってるか分かんない。指図すんな、ごめんなさい。だってみんな鳩飛ばすんだもん。だって気になっちゃうでしょ。もう一つの端末で見て。いやでもあれだよ、あれなんだっけ、2枠できるよ。なんでルイジミネ、俺が教えてほしい。なんで俺ってこんなに嫌われてるの。俺マジでヤバいやつ。なんでヤバいやつなの、教えて。それだけじゃ分かんない、何がヤバいやつなのか。コメント欄すごいの、ツイキャスの。すごくない、大して大したことないって言ってるわ。これさ、エミリーさんがさ、これ見せてきたんだけど、これね、エミリーさんがイヤホンしてるから俺に声が一切聞こえないっていう。ごめんねごめんね。何にも声聞こえてこないんだけど。あ、逆だからってこと。あ、逆に入れるとこれ声聞こえなくなっちゃうの。入ってないよ。なんでこっちの音聞こえないんだろうね。あ、一緒に入れてないとできないんだ。刺してほしい、ヤミさん。例の薬の配信者のことに関してはこれ以上話せないってことね。私も関わりたくないもん、そいつたちと。じゃあ話すんなよ、ヤミさんに。なんで話してんだよ。ワンワンが関わりたくないのって言ってるのに、それをなんでわざわざヤミーさんの枠で上がって話してんだよ。
これは警察に言っちゃいけないって言われたことないんだけど、警察に言っちゃダメって言われてなかったらいいか。うん、なんかね、ルイジの家に空き缶が、これまさにパルパルさんの話じゃない、これ。空き缶があって潰れてて、工作用のね、割れてて、てんてんてんみたいな、てんてんてんみたいな、うん、これが、そう、警察に言っても意味ないだろ。うん、これさ、関わりたくない、話したくないって言ってるのに、パルパルさんの5000人の枠でこれ暴露して、ツイキャスでも2500人の枠で暴露して、殺しに来てんの俺のこと、ワンワンは。そう、綿菓子作ろうとしたんだよ俺。一番なんち、うん、日中いい方あいつら。工作ね、なんか今オワコンだからさ、沸かしたいんだろうね。焦ってないよこれ。何剤で捕まんのこれ。カンカン潰してて穴開けたら何剤で捕まんのこれ。大人でも分かんない人いるだろ。ヤミーさんも分かんないんだろうね、うん、図画工作罪で捕まるの。貫通罪。証拠隠滅とかないから。俺がなんか様子おかしい時あったか。ないだろ、いつもこのまんまだろ。いつもおかしい、うん。どう考えても俺より今喋ってるやつの方がやばくない？今喋ってる方がなんか情緒おかしくない？会話できてないじゃん。っていうかさ、すごい。ヤミーさん俺のこと知らないじゃん、あんまり。ヤミーさんに相談してもしょうがなくない？救いに来てくれるって。そうでしょ、救いに来てくれる。どういう風に救ってくれるの。救うってそういうこと。救い上げるってこと。でもなんだかんだでみんなヤミーさん好きだよね。
エミも結構ヤミーさん好きなんだよ。ヤミーさんエミリのことちゃんと認知してるんだ。ヤミーさんちゃんと認知してるね。すごいよね。落ちたね。ヤミさんのこと知ってるわ。エミリのことちゃんと。すごいね。あ、電話したことある。おーね。あー、 TJ さんも認知されてるし、やっぱエミリ女の方がずるいよね。いや、逮捕とか関係ないでしょ。救いに救いたいって言ってんだから俺のこと。性別関係あるでしょ。俺ら二人で病院から何も本当に何をどこをどう検査されても俺多分捕まる要素ないと思うんだけど、今便乗芸だよね、いつもの。俺も思ってる。そう、養分さんの時もそうじゃん。なんか養分さんが事件あるたびに、その養分さんのなんかね、なんか敵対しているところとか、いや声絶対出してない、ね、売名するからサーチ力を怠らない。ほんとそうだよね。俺ももっと配信を好きにならないとダメだよね。瞬間的にさ、昨日のゆうかにゃんもさね、そこへもダメ。ゆうかにゃんのね、ちょこっと危ない時もすぐさ、ゆうかにゃんを助けたいとかさ、絶対来ないよ。大手気取ってない。だから俺もリサーチ力が足んないなとか、そう思うとやっぱイキリストさんのあのね、便乗力ってすごいよね。絶対人気な人に喧嘩売るじゃん、なんか暴露しようとするじゃん。そう考えるとやっぱイキリストさんってやっぱ大手だなと思うよ。その力があるから。俺コミュ障ではないと思うけど、俺他人に興味ないんです。そうなんです、1ミリも興味ないね、他人に。手のひら返し来たって。何が、そこはすごいと思うけど。いやいや、ビビってない。みんななら今からでも顔のやつ張り出してもいいよ。またあと30分間イキリストの顔で配信してもいいよ。ごめんなさいってみんなが言うんだったらイキリストの顔で配信しないけど、どうする？みんな顔芸またイキリストの顔になっちゃうぞ。どうする？俺はみんなが話題にしたから俺はするんだよ。どうする？謝る？ごめんなさい。一人だけね、今んとこ。あ、合わないね。ごめん、二人。嫌でしょ？俺の顔色いい？ダサくない？あ、ごめんなさい。見たくない。ごめんなさい。OK です。もう見せません。大丈夫です。いや、だから、その、本人誘導されないよ。だってさ、本人通報なんてさ、イキリストさんの方がよくやってんだからね。パルパルさんとかさ、自分の枠だと閲覧ないから他枠に便乗して電話する時だけそういう人の顔の写真使うんだよ。あれはえぐいよ。だからイキリストさんもこれで分かったでしょ。嫌なら やめた方がいいよ。自分がやられて嫌なことは、いや、ブーメランだけど、まあ俺もやられるしね、嫌なことはされるしね。でもそのまあ、あ、また電話かけてんの、ヤミさんと。またかけてんの。全然いいよ。振り回されてない。だ、誰だそれは。エミリーにってこと？またなんか言ってんの。これはエミリーが撒いた種ってこと？そんなことないよ。
エミリア何にも言ってない。エミリアは俺のこと味方しかしてないから。俺片親育ち。まあ、でも中学の時にお父さん死んだだけだから別に片親育ちっていうのかどうなのかわかんないけど。毎日電話かかってくる。してないから。一回も電話してないから。電話番号あのブロサクされちゃったし。悩みと付き合うって。俺一人っ子っぽいってよく言われるね。いやね、全然めんどくないね。俺はもうイキリさんが来てもきっぱりこうバツって切るから。俺が毎日電話してるって言ってんの絶対そうなんだけど。こんな息子大変だったと思う。でも毎月ちゃんと仕送り送ってるし、お母さんには恩返ししてる。お母さんには自慢のいい子でやらせてもろてる。食えないでしょ。でもまあマザコンでもいいね。恥ずかしいと思ってないね。なんか俺の好きなバスケット選手もさ、すごいさマザコンなんだよ。すごいお母さんお母さんって。だからそれ見てたらなんかマザコンかっこいい悪いと思わないね俺は。ねお母さんもすごいさ子供のこと好きなんだよ。自分の子供がすごい自慢の子ですってこうやってさいつも旗振ってさ。バスケ好きなバスケ選手は言わないけど、だからね俺はねその誇らしいね。それを見てなんか自分ね、お母さんがさ子供すごい大好きってさ、マザコンにするよね。俺も絶対どうな、男はどうなのか分かんないけどね。まあエミリーのこと好き好きって言ってる子供が見たらまあ可愛いなと思うかもね。え、コービー・ブライアントってマザコンじゃないよ。コービー・ブライアントはマザコンじゃないでしょ。全然お母さんのおの字も出てきてるか分かんないけど。嘘だろ、お前コメントしたの。ちょ見せてくんね、なんてコメントしたの。あ、いいよこっちで聞くわ。なんてコメントしたのエミリーが。関わりたくないのにって声漏れてんだけど。どっちも関わりたくないのに、どっちもどっちなんだけど、どっちもどっちなんだけど、どうしたらいいんだろう。もう沸かしてるんだけどツイキャスで、エミリーさんとお犬さんが。カリーはマザコンなのかな。俺が知ってるバスケ選手はちょっと古い人だから。すごいツイキャスでコラボしてる。闇クリニックが荒れてる。嘘でしょ。結局そういうことなんです。やっぱり沸かすのは女性で、それを取り上げるのが男性で。もううちで、うちで一緒に凸してくんない。うちのコラボで沸かしてくんない。なんで闇さんの枠で沸かすかね。俺の枠で沸かしてほしいんだけど。闇さんいらなくない、正直。もう俺これ切ってツイキャス上がるか。これ俺もツイキャス上がるか。闇さんの閲覧上げたくないよ。おっちゃりさん狙ってんのによ。シャックじゃない。でもアイバーソンで、アイバーソン。アイバーソンはマザコンでどう見ても。でもシャックもマザコンじゃない。なんかお母さんとなんか写真撮ってるの見たことあるな、ね、中止な。
でもさ、俺らさ、ツイキャスやっても意味ないんだよ。ツイキャス全然金になんないから。ツイキャス収益つかないから、いくらやってもほんと自己満にしかならないんだよね。俺バスケめっちゃうまいんだよ。俺下手って言われたことないね。だいたい一番点取っちゃうし、どこ行ってもうまいねって言われちゃう。ほんと才能が、シュートの打ち方とかじゃないんだよ。カリーのシュートの打ち方だってさ、もうこうじゃん。なんかもうツーハンドでポーンってやつじゃん。シュートの打ち方じゃないんだよ、結果入るか入らないか。出すなって正論言われて、ヤミーがにルイジの話題出すなって正論。ああ、俺うまいんだよ。落ちないと思う。落ちそう？なんかね、電波じゃない、3時間切ると大体落ちそうなんだよね。嘘。落ちる。やばいやばいやばい。どう？あ、やばいやばいやばい、電波が悪いってできちゃった、熱暴走きちゃった、やばいやばいやばい。とりあえずお犬さんに電話してないですね。それは俺は一回もしてないですね。喧嘩芸じゃないよ。電波悪い、電波悪い、戻ってくるでしょ。熱暴走しちゃったかもしれない。電話したことないね。最後に電話したなんて10月とか11月じゃない？まだ暗い？電波悪い？そう、コメントしてるみたい。朝のガンダッシュ現れてる？関わりたくないからね。それくらい嫌いってこと。なんで綺麗なの？なんでお前にそんな綺麗なんて言われなくちゃいけないの？おかしくないよ。俺からしたらまあどっちもどっちというか。だってさ、もうお犬さんと1年以上会ってないんだよ。1年以上会ってないのにこれは言ってるなんておかしいのはちょっと怪しいでしょ。エミリーさんとはもう結婚するわけでさ、そんな電波悪い。真っ暗、顔真っ暗。俺の方電波悪いの？電波サクサクだって、クルクルじゃないって。真っ暗。本当？入り直したら真っ暗になっちゃった。いいじゃん、聞いたことない配信。そう、まだ配信2年ぐらいなのにね、天下は取ってないですよもう。これ見えない。うーあーは俺が言ったんだよ。うーって言ってないよ絶対。俺でしょ。うーなんて言ってないよ絶対。入ってないね。せいちゃんが行く？クソバカなんて言ってないよ。入ってないね。
声変えながら喋ってもダメな、ダメだと思う。声入ってないよ。なんで俺が精神科なんだよ。累積どんどん貯めようぜ。貯めさせない。向こう空いてるから累積切って上がったら。いやだね、エミリーがあと20分で番解けるんだから、エミリーをあれだね、移したいね。24ですね皆様って何なの。24って何、どういう意味なの。西ですねって。でコテカテカ光ってる。メタ偉いことになるぞ。何が偉いことになるの。また24って通報って意味なの。あ、通報ね。あ、通報ね。あーね、あーごめん、通報って教えてくれたのに俺ブロックしまくっちゃった。俺通報って入れた人全員ブロックしてんのよ。通報ってことね。ごめんね、通報ですごいブロックしちゃった人、教えてくれたのに。して助けて。なんか数字が分かる。いや違う違う、通報ってあの24って書いても全然大丈夫なんだけど、通報通報って言ってるとうざいじゃん。自分の顔どうも普通。ネタでやろ。なんか演技派だなと思うよ。ルイージが一番悪い。せいちゃんうざいからブロックしたって、せいちゃん LINE ブロックしたって入れといて、鳩飛ばしといて、せいちゃんブロックしたって、せいちゃんうぜえから、せいちゃん電話してきたけどうぜえからブロックしたって言っといて。絶望したことないね。エミリーみたいなすごい可愛い彼女ができたんだから自信持たなきゃ。なんでみんなに嫌われるんだよ。疲れてんだろ。電話かかってきたりよ。エミリー可愛いかもしれないけど性格変わってるよ。まあね、性格は変えれるけど顔は変えれないだろ。顔が可愛い方がいいだろ。ターザンになりたい。顔は変えれるけど性格は変えれないよ。嘘、逆？逆もしかり。顔は変えれるか。まあ、わかんない。なんか二度と関わりたくないなと思っちゃった、せいちゃんに。距離さん取れないと思う。夜勤だから取りにくいと思う。いや、せいちゃんなんかほんとね、ただ冷やかしで、せいちゃんはなんか仲良くなれるかと思ったけど、一番ね心を通わせれるかと思ったけど、うん、お出かけ、あ、行ってらっしゃい。どういうこと、行ってくんの伊藤さん。いい、いらないね俺の中で。せいちゃんもう二度といらない。一人でやれる。お世話になりましたって言っといて。いや、配信切らないといけないもん。いや、エンタメとかじゃないんだよ。エンタメって思ってんのはそっちだけでしょ。こっちの
ね、俺応援してくれてる人とか、俺を応援してくれてる人とかからしたら不快でしかないよ。いや、分かってると思うよ、せいちゃん。昨日ね、せいちゃんが街中歩いてたら話しかけてきたんだよ。だからね、おいとか言って、なんかたまたま出会ったみたいな雰囲気出してきたから、もう二度と関わりたくないって言ってさって逃げたから。ダダ星人は分かんない、何者。ダダ星人見せてあげようか。エミ太郎、ルイージ&赤ちゃん、おはよう。早くエミ太郎の配信が見たい。あと10分でエミリさんが戻ってきます。ふわっち会にあと10分です。待ちに待った。やだ。いや、みんな期待してね、閲覧爆上がり、花火飛びまくり、そして今日の夜またバンになるかもしれない。魔の火曜日またバンになるかもしれない。多分ホテルバンと OD バンどっちか。30分で配信終わります。その後エミリがやるかもしれないし、とりあえずあの生きリストの枠には譲らねえよっていう話。なんや、うん、しょうがないね。そしたら OD ってオーバードーズっていう意味で、ちょっとあの薬飲みすぎちゃった感じ。さっき飲むの嫌。ホテル配信か OD 配信かどっちかだね。イキリスさん枠してたでしょさっき。なんか配信棒持ってたよ、うん、コメントなんてしてたのか知れ、わかんないから。あ、俺が一番悪いになってんだ、うん、番からの番。あーね、なんかね、俺目悪いから誰が配信棒持ってるかよく分かんなかった。なんか背が大きい人が配信棒持ってるからイキリストさんかと思ってた。うん、だからじゃあ電話してこなくていいよせいちゃん。クラカー入っても来なくて、なんか俺からせいちゃんに関わることってあんまないんだよ別に。だから別にいなくてもいい存在だね。あ、配信してないんだ。誰がしててもいいけど。いやー、今日はウイタンが強いんじゃない。夜ウイタンに配信つけられたら負けるね。バンは別に。また離散阻止しに動いてるって。絶縁でいいよ。もうこっちはしてんだからよ、おめえも気づけや。こっちはや、ツイッターでもや言ってんだら絶縁したって。や、いやでも俺配信つけれないんですよ今日夜勤だから。そこがネックだね。うん、いいよ妨害されても。いや別にそんなリスワン取りたくないよ。取れたらラッキーぐらいに思ってるよ。だって今日だって別にさ夜勤だからこの後配信しないよもう。ただエミリさんが最後ね、バン解除の時はね、楽しみだなっていう。
実家晒されてても別によくね。何にも怖いことないんだけど、実家晒されてても。なんか実家晒されてなんかめんどくさいことある？お母さん晒されても全然恥ずかしくない、自慢のお母さん、うん、ただもしお母さんに何かされたら、まあそれは本当にやっちゃうよねって感じ。強気なの俺、全然いつも通り、うん、だって別に大事じゃない、お実家晒されたってさ、別にお母さんが何されたって、まあそれはお母さんの人生でね。まあでもやられたらやっぱ嫌じゃない、うん。解析しなくていいよ、うん、しゃあないでしょ。まあ恥ずかしいけどさ、別に知られちゃったらしょうがないでしょ、いつかはバレるじゃん、なんか有名ぜみたいなもんじゃん。ただなんかめんどくさいことになりそうだ、お母さんになんか変なもの届いたりとか、それは気をつけてねって一応言っとけばいい。だってさ、俺がどんだけ必死で隠してもこうやってアンチが特定してくるわけじゃん。だからまあ有名ぜみたいなもんでしょ、有名なら仕方ないね、うん、おならの音した今、何がはず、いやなんか嫌じゃない、なんかみんなさ、実家をさ配信で晒されてさ、ちょっと恥ずかしくない？特定した方法は、まあ免許証とか写したことあるし、まあいろいろ探す方法あるんじゃない、わかんない、どの住所があれなのか、うん、でよね、自分の住所されるのも嫌でしょ。でもさ、こんな俺でもさ、住所を特定したいっていう人がいるわけでしょ、有名税でしょ。でも割に合ってないけどね、有名なのにそんなにお金が割に合ってないかなみたいな、喜んでねえ全然、うん、全然いい、気にしないね、何されても。わかんない、住所がどこに書いてあるのかわかんない、そうアイテム傘なのに名前ばっか売れちゃって。でもジョニー・デップのさ、あのさ、ジャック・スパローの言葉があるじゃん、なんか最悪な海賊だけど有名な海賊って、みんなが知ってる俺の名前みたいな、そっちの方が良くない？最悪な海賊って言われてるかもしれないけど、だけど誰もが知ってる悪名高い名前なんだぜっていう、名前が売れた方がいいってことだよ。エミリさんの実家もなんか探す気になれば探せん、でもエミリ結構家の前とか写してるからね、俺とか一切実家の前映してないけどね、うん、住所なんて書いたら米番になるよ。いや3人ぐらいブロックしたね今、住所ずっとしつこく書いてる人いたから、うん、やんきゃね、別にしょうがないよ、わかんない、ヘイト向けてんのブロックしてるからわかんないね、お母さんの名前も出てても別にいいね、小山美代子って出てても恥ずかしい、普通に俺のお母さんの名前別に出されても恥ずかしくないんだけど、あエミリとは出会ってからじゃないよ、そのうちね多分こうなってたよ、どっちにしろ美代ちゃん可愛いよ、三代目の子って書いて美代子なんだよ、すごい名前雑すぎない？自分のさね、娘がさ生まれてきてさね、腹を痛めて産んだ子じゃん、それをさね、よし3番目に生まれた子だから3代目の子って書いて美代子にしようってさ、
なんか名前雑すぎなんだけどと思って、でこの話をしたら3代目 JSOUL BROTHERS やんって言って、英語でしたら3代目やんって言って、可愛い名前、昔はそんなもん、なんかもうちょっと名前考えてあげる時間、とつき10日もお腹にいるわけじゃん、なんかもうちょっと考えてほしいよね、とつき10日も生まれ、ね、考える時間があったのに、あ、3番目に生まれた子供から3代目の子って書いてみよこでいいかって、雑すぎじゃない？エミリさんのあと3分でエミリさん復活です。わーい、ゆっこさんから来た、これ本当のゆっこさん、これゆっこさん格好使いすぎてわかんないんですけど、これ本物ゆっこさん、わーい、枠は終わりません。こら、わ、エミリーさんアップ始めてる。エミリーさんがアップ始めました。やる気満々だぞ、エミリーが。アップし始めたぞ。いやこれカウントしてって言ってさ、番解けてないでさ、ちょっとフライング見だったら俺の枠落ちちゃうから、ちゃんと時間過ぎてエミリのフワッチが解除されてから映るから、朝食がマジで地獄だった、冷麺食ったとパン食って納豆食って卵焼き食って朝食地獄だった、長かった、お腹パンパンだったマジで、あ、え、復活した、ありがとうございます、あーありがとうございます、あーエミリーが復活した瞬間ありがとうございます、アイテムありがとうございます、わーアイテムありがとうございます、あージーさんありがとうございます、エミ太郎さんファイヤーじじさんが、じじさんがアラブの席をビル・ゲイツ作とワンさんまでじじさんがいないとやっていけない、エミ太郎ファイヤー、アイテムありがとうございます、じじさん、おかえりエミ太郎ちゃん、ありがとう、やったか、すいません、でもまだ待ってください、エミリー映ってないんで、今トイレの中なんで、トイレの中からはぶってます、やったー、あのね、なんか NG で来てるんだけど、なんか運営さん仕事してほしいね、ほんとね、運営さん当てにならない、アイテム地投げじゃないよ、全然タバコじゃない、普通にトイレだと思う、今おめかししてるから待っててよ、いや俺ら何してんのよ、やってなんかいつも見てます、エミ太郎おかえりって、ありがとうございます、あ、お茶屋さん解除ないっす、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、お茶屋さん、お茶屋さん、アラブの石油、ビルゲイツ、ソフトバンクさん、お茶屋さんがいないとやっていけない、図工すいませんね、じいさん、あの普通解除したら一緒にしてこう出てくるんですけど、ちょっと出てこない、な、何見てんの、 NBA 見てる、バスケットの見てる、登場の音楽考えてるってこと今、あ、エミ太郎早ーって、ありがとうございます、ちょ今考えてます、登場の音楽考えてます、あ、テレビある、
あ、仲良し配信しなんで、あ、ありがとうございます。仲良く配信できますかね、ありがとうございます。あのね、あのパートナーの方、あの絶対イベント応援しますんで、よろしくお願いします。いつでも言ってください。バックナゲさん、バックナゲさん、アラブの席はビル・ゲイツ、ソフトバンク、サマサシ、ありがとうございます。バックナゲさん、ほんと音が漏れてるんですけど、なんかダンスかなんかやんのかな、これ。あ、なんかあのその詐欺集団のさ、ルフィさんってあれでしょ、なんかイグジットのさ、イグジットの友近とか、なんだっけ、金近だっけと知り合いかなんかってニュースでやってなかった、あれ本当？金地ねえ、あれであの人あれなの、金地かもうテレビ卒業ね。いくら頑張っててもさ、テレビ業界も一回のなんかそういうさ、やらかしでさ消えるよね。友近って言っちゃった。まあでも池ちゃん嘘らしいか、嘘多いからな。ネタのためなら何でも嘘つくからな。あ、もう退社か。前にも兼近って結構不良なの。なんか兼近もさ、なんか介護かなんか子供を育てるかなんかでいい人やってなかった。登場するぞ。待たせたな、待たせたな、長いこと待たせたな。運営さん待たせたね。運営さんは待ってないから。運営さん待ってたね。待ってないね、運営さんは。かわいい一日待たせたな。ずっと喋れないのきついんだわ。ごめんね。ストレス2倍、2倍、暴露も2倍。てめえクソチビって言ったな。ごめんね。ごめんね。あ、帰りでじいさんだった。ありがとうございます。じいさん。見て、じいさんのアカウントちゃんと覚えて、これ、ワシントンだから。あ、お茶屋さんもありがとう。これ、ワシントンだから、あの、ウィンストン。名前、ウィンストン。なんかね、あれだよ。あ、じいさん、ありがとうございます。母ちゃん。あの、名前変えてね、たまにいたずらしてくるから。あーはー、うん。たら最高。ありがとう。えみたろ、ありがとうございます。いっぱい投げてもらっちゃう。ありがとうございます。エミ太郎のアイテム回収か、ありがとうございます。特命さん、特命さん、アラブの席はビルゲイツ、ソフトバンクさん、特命さんがないって、うー、あー久しぶりに嬉しい。やっぱり一人より二人ですよね。喋、うん、りやすくなります。ありがとう。ファンにならないでくださいって全員で、はい、ブロック、ありがとう、お帰り。ブロック、運営さん、お久しぶりね。お久しぶり、一日だけどね。エミリーさんに、言われた言葉が大体、NG に入ってきますから。いいですか、今だけ。次は気をつけてくださいね、うん、今日の夜、晩になったら本当沖縄配信できないってことになっちゃうからね。喋り方、今朝一回中。あ、ゆっこさん、あ、お茶さん、ありがとうございます。沸かすぞ、ダメなんですよ、沸かしちゃダメなん、沸かしちゃダメなんですよ、すぐバンになっちゃうから。沸かしちゃうか、沸かし方間違えてるからやめてください。沸かし、え、ルイジの携帯化してないよ。うちブロックはしたけどね、ブロサクはしたけど、うん、もうだから連絡取れてないです。そんなこすいことせんよ。ウソでしょ。A 版になったらゲロ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 ブロックする、こういうやつ。ただいまー、くま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 、くまくま、ありがとうございます。みっくま、ありがとうございます。くまくま、こういうのをブロックしたいんだよね。オーラとか使うなって感じ。ちょっと違うね、人とね、流しちゃったいな、スピリチュアルで。そういうことね、上がりました。おかえり、ただいま、ゆなたん。なんでサムネ消えてんだろう。みたるちゃん、おかえり、 ありがとうございます。いつも
エミリスがエミリスがアラブの席はビル・ゲイツ・ザクトランクさんしエミリスがいないとやっていけない、すんごい嬉しい、アイテム飛びまくり、エミリがいないと俺アイテム飛ばないよ、そんなことないよ、2時間やっても2,000円、時給1,000円だったのに、昨日飛んでたじゃん、 ありがとうございます、初投げおかえり、初投げありがとう、みちゃありがとう、タヌキ見たよ、ルイージ何、実家めっちゃ近い、あ、バレちゃった、恥ずかしい、サムネ規制、何サムネ規制って、俺なんかサムネやった、なんでだろう、絶対嘘、俺の顔じゃない、俺の顔が犠牲になったってこと、俺の顔がサムネ規制ってこと、なんで、何したんや俺が、なんでサムネ規制やねん、エンタメ間違えんなよ、すいません、エンタメですね、あ、急になった、なんでやろ、顔が失礼だった、どんなサムネだった、あまちゃん、あまちゃん、おはよう、あまちゃん送るからね、今日トレーナー届きます、うん、レジトレーナー、あまちゃん、でもそれ来て配信したら叩かれちゃうから気をつけてね、みたるちゃん帰り、ほんて、ほら、いつも投げてくれる、バック投げ、うん、あ、いつもありがとうございます、みたるちゃん、ありがとうございます、戻ってきました、たくめさん、たくめさん、アラブの席はビルゲイツ作戦さませ、バックネイさんがいないとやっていけない、あの、俺の新しいアイコンのトレーナーです、で、黒です、ロンティーです、はい、配信しないから嘘でしょ、ルイジさんがイケメンだから規制入ったらしい、あ、そういうことで本当ですか、イケメンなだけで、あ、ありがとうございます、おかえり、あ、ありがとうございます、バックネイさん、ありがとうございます、コリン、特命さん、アラブの席はビルゲイツ、サクター、そもそもバクナゲさんいないとやっていけない、うあ、いえ昨日なんでゼリー飛んだの、ちょっとエミリーさん、あの、俺のフード掴んでるから俺どんどん首絞められて、これあれだからね、DV に近いからね、首ずっと絞められて、ほんとかわいい、2人仲良く、ありがとうございます、バクナゲさん、ほんとバクナゲさん、バクナゲさん、アラブの席はビルゲイツ、サクター、そもそもバクナゲさんいないとやっていけない、うあ、また花火、そうなんです、ニコイチ強いんですっていうか、エミリーさんがやっぱね、こう現れるとね、枠が明るくなって、あの、アイテムが飛びます、すごい嬉しい、優しいよ、うちがあんな嘘のさ、小説みたいなさ、うん、お話ししたのにさ、うん、全然嘘に感じなかった、怒らないでね、顔が引きつっちゃって、うん、マジでぶっ殺そうかと思った、怒らないで、うん、DV しようと思った、うん、もうやばいと思って、うん、やばいです、ヒヤヒヤで冷麺作っちゃった、うん、嘘でしょ、あ、少しでも機嫌取ろうと、うん、でもその冷麺の後にあのパンが出てきて、納豆が出てきて、あ、逆にこういう殺し方もあるんだなって俺思った、うん、うん、うん、なんで池があれなんだろうね、俺なんで池ちゃんがめんどいから俺池をね NG に入れてるんですよ、さっきからだから、イケメンがとかなんか池がね全部 NG に入っちゃう、それ冷麺作ってくれました、リスワンザーマーってわかんないでしょ、見てこれ朝の時点で1860、結構1万5000ぐらいいってんじゃねえかな今合計、これを越されたらまずいね、最悪夜勤中も配信しちゃおうかな、夫婦漫才は無理だね、ネタが覚えられない、あれ長いよ2分喋り尽くすってのは、でもね、エミリーも復活したしね、多分この枠もあとね20分ぐらいで切れちゃうから、感想だから、エミリー夜ね、なんか何やるんだい、今日はカラオケ行きたいって言ってたから、カラオケ行くの、またカラオケだって行ったばっかりじゃない、3日前に荷造り、荷造り、沖縄の荷造り、荷造り、荷造り配信ね、えりさん撮れたらいいけどね、そう、イケ NG ってきついよね、イケメンとかさ、イケイケってよく言われるやん、イケメンって可愛い子がった、イケイケ、あ、イケイケね、そのイケはだ、あ、そのイケも入っちゃうのかな、わかんない、イケちゃんがうざかったんだよマジで昨日、平和だね、クロマちっちゃいよ、ほら三白眼みたいな、黒目ちっちゃいよ、カラコンして削れた黒目、
ずっとつけてるからワンデイ。俺きついか。でかいよね目ね。はい。うん。キラコマ真っ赤で嬉しい。削れないと思う。削れた。エミリさんでもなんかメガネかけると急になんかオタク感増すよね。おばちゃんになるよ。うん。かわいい。メガネかけてるのもかわいいんだけど、うん、なんかこれだと高校生みたいになるね、なんか。落ちたよ、ほんとに。ありがとう。それが一番嫌い、エミ。かわいいのに。沖縄ね、2月2日から4日。上野行かなかった。上野行こうと思って腰上げた瞬間に、あ、うち番だっつって、エミ番になっちゃったって。ここでね、リリーさんに花火投げた後、生理来たみたいな言い方だったね。番来たみたいな、番になった、びっくりした。 リリーさんに花火投げたんだよ。なんで花火投げたの、リリーさんに。なんでそういう、なんでそういう無駄遣いしちゃうの。無駄でしょ。なんでだっけな。あ、可愛かったから、すごい撮影前で、うん、すごい決まってたから、うん、リリーさんにね、花火なんか投げても意味ないから、二度と投げちゃダメだよ。また送ってほしい。一日前、そう、欲しいんだって。だからリリーさん言ってたよね、今日エミ太郎ちゃんになんか買ってあげようか、服買ってあげようかって言ってて、で、いやいやいや、服買わなくていいから、エミリーに新しい服買わなくていいから、そのね、あのタンスにね眠ってる一軍のなんかあのブランド品くださいって言ったらスルーされた。ブランド品はくれないんだよ、安いもんしかくれない。リリーさん可愛いでしょ、エミ。これ赤ちゃんフェイスって言うんだよ、これ。顔の半分ぐらいがおでこって、ベビーフェイス。そう、ベビーフェイスなの。羨ましい、ベビーフェイスです。文句ばっかりじゃないよ。そりゃそうか、金欲しいわ、金目のものが欲しいわ、うん、安くはないけど。なんで俺の肘当てんで、俺の顔に。なんで肘当てんで、わざとか。これ、なんで今月は課金いくらなのか調べてほしいね、エミリにね。エミリ黄金比でしょ、顔整ってるよ。略して大事にするよ、ユナタン。ユナタン嫌いなの。うん、いや今日なんか言ってたから。なんて。ユナタンじゃ髪切ってやってくれるの、ね、よく覚えてるね。いいの、うん、ユナタン顔出してないから。そんな顔してるかわかんない、想像で。いやいや、お前がな。あ、俺がね、うん、いいの、うん、じゃ切るかなって言ってたよ。似てる、すごく。うちはその時コメント見れなかったの、うん、ツイッターが飛んでたから、うん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 、聞いてたから、あ、ユナタンもいいよって言うんだと。ピエンみたい。リカピーどうするの、なんか送ってあげるの。送ってもいい。でも面会まではいかんけど、うん、あの差し入れ。いやいや、山田リスナーの前にうちのリスナーだから、ユナタンは、うん、ありがとう。ナインちゃん男じゃないこれ。ありがとうナインちゃんとか言って、めっちゃヒゲ面のおじさんなんだけど。かっこいい、かっこいいけど、どう見てもナイン、全然ナインさんはイケメンなおじさんなのにさ、おじさんってか普通に、ありがとうねナインちゃんじゃないの。なんかおじさんじゃない。おじさんでしょ、ヒゲ生やしてたら。ヒゲ剃りなさいよ、おじさんにナインちゃん。